10.22 スカイチケットプレゼンツディープ92インパクト後楽園ホール大会です。第2試合はフライ級 56.7 キロ以下契約5分2ラウンド、黄色のトランクスを着用しているこちらが島袋力です。37歳168センチ、そして画面奥黒のトランクス、こちらがランボーコウスケ35歳160センチ、両者の身長差は8センチです。試合が始まりました。まずは円を描くようにステップしながら回っていく黄色のトランクス、こちらが島袋です。そして中央を取っているのがランボーコウスケ。元谷選手、はい、入場の時点でまずランボーが銃口を向けて威嚇してましたね。そうですね、その感じでやっぱ圧力もしっかりかけてますね、はい、かけてますね。細かくステップを刻んでいきます。島袋左フック伝統派空手をバックボーンにしています。対するランボーは柔道、タックルに行きましたが上から潰していく、そのままギロチン、ギロチン、どうですかこの形。そうですね、うまくスルリと行きました。いい形だと思います、はい、このまま締め落とすか。苦しい、ちょっと顔が赤くなってきましたね、はい、我々の放送席からもしっかりと確認できます。あ、島袋の表情だ、タップアウト。
見事な一本、相手を打ち取った。乱暴怒りの後楽園決戦勝利です。すごいタイミングでしたね。選手ちょっといろいろプロフィールも紹介しようと思ったんですけれども、それをする暇がなく、しかも鯉のぼり、勝利の鯉のぼり、すごいですね、季節外れの鯉のぼりだ、はい、いや圧勝です。うん、やられたという表情は島袋、お互いに前回の試合が敗れておりまして、まあ、再起戦という形だったんですよね、はい、あそして見事勝ち抜いたこちら南坊康介です。いかがでしたか今の戦いは。そうですね、あの南坊選手がちょっとテイクダウン分かってたかのような、やっぱ狙ってた感じはありますね。あそうですか、はい、狙ってた感じ、はい、ちょっと切るの遅くて、でやっぱりランボー選手はこのフロントの形で決めるのが得意なんで、やっぱ、はいはい、いい形で得意な形で決めれました。対する島袋が先にこうタックルには行ったんですけどね、そうです、動きを見ていたという感じですか。なんか見てたような気はします。あマイクです。エイジャリアン、ありがとうございました。そうですね、ボクシングじゃないですけど、はい、エイドリアンと一言言って、はい、さあ再起戦見事勝利に飾りました。第2試合フライ級の伊勢南郷康介、見事な一本勝ち、そして素晴らしい一言でした。